カンタス航空本社、カンタス航空は、オーストラリア及び、南半球最大手の航空会社。オーストラリアでの、カンタスの発音は、クオンティズのように発音される。カンタス航空は、オーストラリアのフラッグキャリアであり、その機材数、国際便と国内便の就航都市数において、国内最大の会社である。1920年11月に設立され、 KLM オランダ航空、アビアンカ航空に次ぐ世界で3番が目に古い航空会社で旅客国際便開始は1935年5月である。当初の社名はクイーンズランドノーザンテリトリーエアリアルサービス、リミテッドであった。空飛ぶカンガルーの愛称がついている。ワンワールドアライアンスの創立メンバーである。シドニー郊外のマスコットをベースとし、 シドニー国際空港をハブにしている。2014年3月時点で国内便の65%のシェアを占め、国際便ではオーストラリア国内へ入る乗客とオーストラリアから国外に出る乗客の合計の14.9%のシェアを持つ。オーストラリア国内では様々な子会社が遠隔地中心部と幹線空路にカンタスリンクの名称のもと、 乗り入れをしている。子会社のジェットコネクトは、カンタスブランドの元オーストラリア、ニュージーランド間を運行している。カンタスは、オーストラリアからの国際便とオーストラリア及び、ニュージーランドの国内線を運行している。格安航空会社のジェットスターを所有し、多くのその他のジェットスターブランドに共同出資している。オーストラリアは、 地理的に世界中から遠く離れているため飛行時間の長い長距離便が多い。伝統的に客室乗務員に男性を多く採用している。世界で初めてビジネスクラスを導入したほか、747引いる長距離用大型機材関連で、ボーイング車との結びつきも強いが、近年はエアバス車の導入も進んでいる状況である。 航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。カンタスは1920年11月16日にクイーンズランド州で設立された。当初は州西部の砂漠の中にあるロングリーチという小さな町に本社を置き観光飛行や州政府によって補助された郵便飛行を行っていた。 1934年にカンタスとイギリスのインペリアル航空は合弁企業を設立した。社名はカンタスエンパイア航空でそれぞれ49%ずつの株を保有、独立仲裁者が2%の株を保有した。カンタスエンパイア航空はイギリス製のデハビランド DH-86 を使用してブリスベンシンガポール間の運航を開始した。なお、 インペリアル航空は1933年にロンドンシンガポール間に定期便を開設していたためオーストラリアからイギリスまで飛行機で移動することが可能になった。ショート231938年にこの路線はショート23エンパイア水上飛行艇を使用しての水上飛行サービスに置き換えられた。シドニーからサウサンプトンへのサービスは経由地で乗客が ホテルに宿泊する必要があったために9日間かかった。1944年に制定されたカンタスエンパイア航空のロゴカンタスエンパイア航空の機材の多くは1939年9月から1945年までの間にオーストラリア軍に徴用され航空機の多くは日本軍との戦闘のため飛行中に失われている。1942年に 日本軍がシンガポールを占領したため、ダーウィンシンガポール艦は運航停止となった。ダーウィンも空襲を受け、空港設備が破壊された。1943年から1944年、カンタスエンパイア航空は、当時戦争中であった日本軍の脅威を受けつつも、パースとセイロンを結ぶ飛行艇による直行便を運航していた。飛行は、日本軍をはじめとする、 数軸国軍による攻撃を避けるため無線なしで行われ24時間以上かかった。正論で英国海外航空と連絡していた。1947年から1968年の間に使われたカンタス航空のロゴ1947年カンタスエンパイア航空はベンチフリー首相率いるオーストラリア労働党政権によって接収された。これにより 連邦政府が株式の100%を保有する非常上の公営企業として存続することになった。同時に親会社のカンタスは解散した。この措置はその後の保守政権でも継続された。このような状況にあったものの、同社は英国海外航空と共同でアブロ・ランカストリアンを用いたシドニー・ロンドン間の運航を始めた。 ボーイング7071948年に、当時の最新鋭大型プロペラ旅客機である、ロッキード L-049 コンステレーションの引き渡しを受け、長距離路線を中心に導入を進めた。同社のネットワークはブリティッシュ・コモンウェルス・パシフィック・エアウェイズの運行を引き受けた1954年に、太平洋を越えて拡張された。 1948年にはダグラス DC-4 によって週1便で岩国基地への乗り入れを開始し、また1952年にはダグラス DC-4 によって週2便で羽田空港への乗り入れを開始した。その後道路線はより大型のダグラス DC-6 やロッキード L-188 に引き継がれ、さらにデイリー化された。 1960年代には、大型ジェット旅客機のボーイング707の導入を進める一方、オーストラリアからアジア及び中東経由、アメリカ並びにメキシコ経由で、ロンドンへの世界一周路線を運行するなど、拡張路線を推し進めた。同社は1967年にカンタス航空に改名された。1970年以降、 大型機のボーイング747を導入したが、1973年に起きたオイルショックなどによる世界各国における航空需要の落ち込みを受けて拡張路線は縮小された。ボーイング747から4001992年にオーストラリアン航空を吸収合併し、国内線が大幅に拡充された。 1993年から1997年にかけて連邦政府が保有する株の売却が行われ民営化が実施された。ただし法律により株の51%以上はオーストラリア人が保有すると規定されている。2001年には完全出資し会社であるオーストラリア航空を設立し2004年には完全出資し会社である 格安国内線航空会社ジェットスター航空を設立した。2006年、カンタスとジェットスターの2つにブランドを統合することになり、子会社のオーストラリア航空の事業の廃止を発表した。2012年9月6日に、ブリティッシュエアウェイズとの提携を2013年に解消し、新たにエミレーツ航空と提携を結ぶことを発表した。 2016年10月28日には、翌年2017年のボーイング787導入に向け新塗装を発表。フライングカンガルーの根本的要素を残しつつ、ブランドを進化させるコンセプトの下、カンガルーのマークに影を作り躍動感と奥行きを与え、垂直尾翼から機体後部にかけて、シルバーのラインを加え高級感を演出させた。また、 コックピット窓の下には伝統を受け継ぐ形で、かつて尾翼に描かれていた翼のあるカンガルーのマークが描かれる。2018年3月24日に商業飛行としては、史上初となるカンガルールートの無着陸路線を開設。移動距離は1万 5000km、17時間のフライトとなるが、従来の中東を経由する便よりも3時間ほど短縮された。 カンタスでは最長飛行を伸ばす努力を継続し、オーストラリアとヨーロッパや北米への無着陸直行便計画、プロジェクトサンライズを進めており、2019年10月には787から9のデリバリーフライト時に測定器をつけた社員を乗せ、ニューヨークやロンドンからのフライトが体に及ぼす影響を調査し、同年12月13日に、 計画使用機材候補として、エアバス A350-1000 に、追加燃料タンク装備し最大離陸重量を、増加させた、改良系を、最大12機契約する準備をしていた。2020年、中国武漢から流行した COVID-19 感染症の影響で、各国政府の入国制限などに伴い20年3月以降、順次国際線運行、 縮小運休し、21年5月に、オーストラリア連邦政府が、ワクチン接種後海外旅客受け入れを22年以降に、修正したことを受け21年12月まで、必要最低限の貨物便を含む、国際線だけ運行するとしている。なお、国内線は20年6月以降、豪州内、移動規制緩和以降順次再開し、オーストラリア、 ニュージーランド間の国際線タスマン路線に関して21年4月に、相互に貿易隔離免除を認め両国間で、トランスタスマンバブルが成立し、以降順次再開している。日本路線は現在、東京国際空港、関西国際空港、新千歳空港、シドニー国際空港間と、成田国際空港、ブリスベン空港、メルボルン空港間の4路線で、他路線は、 ジェットスター航空に遺憾。カンタス航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号は38で、航空機の形式名は 747SP-38、747から238、767から 338ER、747から438、747から 438ER などとなっていた。 現在は機体そのものが同社から退役している。現在は通常塗装による運行である。現在は別の特別塗装による運行である。1992年から1994年まで当時の日本航空がカンタスのボーイング747-300を運行乗務員ごとリースして運行したことがあった。当該機体は日本航空のフルカラー塗装がされていたが、 後部胴体にオペレーテッドバイクオンティスの表記があり、また、尾翼の鶴丸るるが小さいなどの差異があった。タイムテーブルには、当該機体で運行する便について、機内でのサービスは、日本航空の客室乗務員が行うが、カンタス航空の機材及び運行乗務員で運行する旨が書かれていた。 B767 から 300ER 型機は2014年12月27日メルボルン発、シドニー機の QF767 便でラストフライトとなった。後継機は A330 である。マイレージサービスとしてフリークエントフライヤーを運営している。ワンワールド加盟航空会社以外に、下機の航空会社と提携している。エアバス A330 の ビジネスクラス長距離路線の多い同社は、機内サービスにも力を入れている。最新鋭機材のエアバス A380 すべてと一部の、ボーイング747から400は、ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エコノミークラスの4クラスで、ボーイング747から400は、ビジネスクラスプレミアムエコノミーエコノミークラスの3クラスで、 エアバス A330 はビジネスクラスとエコノミークラスの2クラスでそれぞれ構成されている A380B747 から400のファーストクラスはスリーパーベッドタイプ A380B747 から400の一部にはビジネスクラスにフルフラットタイプのスカイベッドが装着されているエコノミークラスの機内食機内食の一例また A380B747 から 400A330 から300ではすべての座席にオンデマンド式の機内エンターテイメントシステムを搭載しアバードプログラムを用いることで多くの番組視聴などができるエコノミークラス以外の座席ではノートパソコンに対応した AC 電源コンセントも搭載されている機内食は各クラスごとに異なるが ファーストクラス向けには、ロックプールと協力の下で、またビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスは、ニールペリー士官州の食事が提供される。B747 から400及び A330 から300には、バーカウンターも設置されており、軽食や飲み物が用意されている。エコノミークラスは、スナック、軽食、紅茶やコーヒーなどの飲み物が提供され、 路線によっては該当する。時間帯に合わせた食事も用意される。1969年に始まり数十年続いた初期のテレビコマーシャルキャンペーンはアメリカ人視聴者に向けたものであった。それはハワード・モリスの声でコアラが多くの観光客がオーストラリアに来ると不満を言い、カンタスが嫌いだと締めくくるものだった。 このコアラの CM はこれまでずっと最も素晴らしい CM として称賛された。長く続いている広告キャンペーンでは、オーストラリア国内の様々な有名な名所やベニスなどの海外の場所で、ピーターアレンのアイスティルコールオーストラリアホームを子供たちがコーラスする演奏が特徴となっている。カンタスはオーストラリアナショナルラグビーユニオンチームの カンタス・ワラビーズのメインスポンサーであり、オーストラリアサッカー協会のサッカールーのスポンサーでも、ある。そしてフォーミュラワン・オーストラリアグランプリのメインスポンサーを務める。2011年12月26日には、オーストラリアのクリケットを運営するパリにベースを置く、オーストラリア人デザイナー、マーティン・グラントが2013年4月16日に、公式発表になった。 カンタス航空社員の新ユニフォームの責任者である。このユニフォームはデザイナーのピーター・モリス製の名前から社員たちに日常的にモリス製と呼ばれた前のユニフォームに変わるものとなった。カンタスの広告大使でモデルのミランダカーがコフン、赤、フューシャピンクが施された新しいユニフォーム披露の手助けをした。カンタスの最高責任者、アラン・ジョイスは カンタス社員がモデルを務めた発表イベントで新しいユニフォームはグローバルな舞台においてオーストラリアのスタイルを物語るものと語った。グラントは最終的に制作されることになった35スタイルに絞るために1年以上にわたりカンタス社員たちと話し合った。すべての社員が新しいユニフォームに満足ではなく客室乗務員の一人はユニフォームは とても窮屈で、私たちが行わなければならないとても肉体的な、仕事には、ただ単純に現実的ではないと話した。一部の映画などで、事業開始以来無事故であるとされているが、これは虚偽であり、真実ではない。公式発表では、ジェット機を墜落させたことがないということである。それ以前には、複数死亡事故を起こしている。 2005年11月、カンタス航空には同伴者のいない子供の隣に、成人男性の乗客を座らせないというポリシーがあることが明らかになった。これは差別の告発につながった。このポリシーは、ニュージーランドのカンタス航空便で男児の隣に座っていた乗客が、女性の乗客と座席を変更するよう求められた2004年の事件の後に明らかになった。 客室乗務員はこの男性客に同伴者のいない子供の隣に座ることは女性だけが許可されているという航空会社のポリシーであると述べた。NSW 市民自由評議会の代表であるキャメロン・マーフィンはこの方針を批判し禁止の根拠はなかったと述べた。彼はまたすべての成人男性が子供に危険をもたらすと仮定するのは間違っていると述べた。 このポリシーは女性虐待者を考慮に入れていないことでも批判されている。2010年、ブリティッシュエアウェイズが子供の座席に関する方針を変更するよう訴えられたとき、カンタスは同伴者のいない子供の隣に男性が座ることを禁止することを両親の懸念を反映したと再び主張した。2012年8月、客室乗務員が 男性の乗客が一人で旅行している無関係の女の子の隣に座っていることに気づいた後女性の乗客と座席を交換しなければならなかった時に論争が再浮上した看護師であるその男性の乗客はペドフィリアとして他の乗客から差別され屈辱を受けたと語ったカンタスのスポークスマンはオーストラリア及び世界中の他の航空会社の 方針と一致するものとして方針を擁護した。中華人民共和国に路線を持つことから、カンタス本体では中華人民共和国と対立を続ける中華民国に運行ができなかった。そこで1990年にカンタスは中華民国への路線を運行するオーストラリアアジア航空を設立した。ブリティッシュアジアエアウェイズや エールフランスアジーのように別会社を装って運行するのではなく、日本アジア航空と同様の別会社であった。航空会社コードは IATA2 レターが IM, ICAO3 レターが AAU であった。いくつかのボーイング 747SP 及び767航空機はカンタスから移籍した。垂直尾翼のデザインは、 赤色の地に二つの絵をシンボライズしたリボンが描かれていた。しかし、同社は1996年に運行を中止した。MBS、ファミリークイズ、クイズ、その手に乗るな。テレビ朝日、クイズタイムショックの優勝商品の旅行協賛も担当していた。2007年、オーストラリアからインドへと向かう便で、ビジネスクラスのトイレで、客室乗務員が、 俳優のレーフ・ファインズと性行為に及び、ムンバイのホテルでも人夜を共にしたと報じられた。これは、その乗務員が情報量と引き換えに新聞社に投稿したことで発覚。当該の客室乗務員は解雇された。ありがとうございます。